そして活躍をされ、前日行われた2020年の東京オリンピックパラリンピックの招致活動では、プレゼンテーターとして東京ソースに大きく貢献をされました。そして、あさって13日から開催されるスポーツ界東京2013第13回全国障害者スポーツ大会にも参加をされます。2周目は2周目1ランナーがいますので、目安にしてそれぞれ走ります。
そしてジョギングの最中に具合が悪くなったり、また怪我をしてしまった際にはすぐにスタイルに行ってください。以上のことを思って皆さん楽しくジョギングをしましょう。さあ、それではスタートの瞬間までわずかと迫ってきました。ここでユニバーサルジョグイン新宿のスタートにあたりセレモニーを執り行います。それでは広瀬知事、佐藤真美選手、ステージへお願いいたします。ステージに上がっていただきましょう。それでは岩瀬知事とユニット拍手を交わしました。これからステージの上ではまさに明後日から開催される第13回全国地方感謝スポーツ大会に向けて、この残り1回の大会からのトップを送ろうという素晴らしい思いを発表しております。皆さんも実際に国民体育大会出場の方もいらっしゃるかもしれませんが、あの方の方が励ましてくれてありがとう。それでは佐藤真理さんにご覧いただきましょう。これからお二人の許可コーチへの点火セレモニーを行います。皆様、ステージの右手奥にご注目ください。スポーツ界東京2013の日はスポーツ界東京2013の各競技会場で採火された人、東日本大震災からの復興を願って東北今回の福祉の会場で採火された日が今日となったものです。この日は9月28日第68回国民体育大会の許可隊で提供され、あさって10月19日から開催される第13回全国小学生スポーツ大会の許可隊によっても提供されます。さあ、この日を私が決めたのは2012年東京オリンピックでボクシングバンタム級銅メダルを獲得、2004年サイドクリーンの鎌倉国体にも出場され、このスポーツ界東京2013ではふるさと47応援プロジェクトプロジェクトリーダーとして務めていただいております。清水忠選手です。さあ、それでは2つの大会を一つだけつなぐという意味が込められております。清水忠選手から広瀬知事をコーチに旗が移されます。東京で54年ぶりに開催された国民体育大会の許可、秋の元スタジアムから今のところに届けられ、広瀬知事に送られました。そしてこの日の午後は東京で初めて朝日が与えたことに全国超大学スポーツ大会へとつながりました。皆さん大きな拍手をお送りください。それでは、お二方にはこの許可コーチを手にこの後のユニバーサルジョグに乗せていただきます。それでは皆さん、スタートしてみてよろしくお願いいたします。この許可を持ってお三方はユニバーサルジョグに参加されます。皆様もこの許可に続いてのスタートとなります。ぜひ私の書類見てください。小学校の中、ね、試験の前も、ね、皆さん、出走までの時間が近づいてまいりました。準備をしながら